水沢駅周辺の空中写真、1976年撮影の12枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成。水沢市は岩手県の内陸南部にかつて存在した市、商人の町、偉人の町、天文台の町、鋳物の町、道の区の小京都として知られる、周辺自治体と合併し、現在は欧州市の中心部に位置する。 北上盆地の南部に位置し、北に北上市、南に市の関市がある。市の北部を西から東に流れる。伊沢川によって形成された伊沢線上地の東端に、位置し、南北に北上川が流れる。東部は北上山地の山並みが連なり、西部は線上地の肥沃な大地が広がり伊沢町と接する。南部鉄器鉄瓶水沢市の面積は96.92。 平方キロメートルと県内12市の中では最も狭く人口は約6万人と県内12市の中では5番目に多い。また1平方キロメートルあたりの人口密度は約630人で人口28万人の森岡市を抜いて県内で一番高い。産業構造は商業、サービス業などの第三次産業が60%と高く製造。 建設業などの第二次産業は30%、農林業などの第一次産業は10%で、水沢市は商業都市としての性格が強い。実際、商業販売額は森岡市に次ぎ、県南の中核的流通都市としての役割も大きい。道の区の小京都と称される城下町水樹は、水樹城を居城とした留守市1万6千国の城下町で、今も十字を忍ばせる。 武家屋敷が残されている。市南東部の黒井地区にある消防寺は、日本一のかやぶき屋根で有名な古刹で、国の重要文化財に指定されている。黒井寺も東北地方最古の寺院で、道の区の記載庶民祭などで知られる。市東部の羽田地区では、江戸時代から続く伝統産業の芋ものである南部鉄器が有名。また、星川岡町には、 日本の天文学で重要な役割を担った井戸観測所がある。春には、日高坊祭、子供騎馬武者行列、夏は、雑赤祭り、花火大会、秋は、グルメ祭り、よさこ円水宅、冬は、黒い寺庶民祭と、年間を通して、多様な祭りがある。江戸初期の後藤寿安、幕末期の高野長英、三栗正吾、明治初期の山崎ためのり、五新平。 斎藤を実るなど大きな足跡を残した人物を排出した偉人の町として知られ、国立天文台水卓観測センターには、Z 校の発見者、初代所長、木村久志の記念館もある。ダイヤモンド社が発行した全国693都市ランキング1999の中で、暮らしやすさ、豊かさ、成長度の3項目すべてが平均以上のベストシティに選ばれている。 また、日経パソコン紙が全国自治体の行政情報化の進展度を調査した E 都市ランキング2005で兵庫県西宮市に次いで全国2位の高評価を受けている。水沢の地名の由来、縁起は不詳であるが、洗上地の先端部地形に特徴的な伏流水や湧水がよく見られることから、故障された自然地名の可能性が高い。 伊沢城石清長築約4万年から3万3000年前には、車軸戦闘機を出土した柳沢館遺跡などが存在し、旧石器時代から人が住んでいたと考えられる。平安時代初期に、後の水沢市を含む伊沢地方は、朝廷が派遣する軍隊と交戦を繰り返し、たびたびこれを退けた。潰せの戦いでのアテルイの戦勝は、中でも目覚ましいものだったが、数年後には、 坂の上の田村麻炉が率いる征夷軍が伊沢を制圧し、延暦21年に後の推弱市域に伊沢城を築いた。同じ年に当てる意は降伏し、斬首された。これによって伊沢地方は律令体制下に組み込まれることになり、伊沢軍が新たに設置された。伊沢軍は伊沢城の鎮守府将軍の管轄下にあり、後には江差軍、我が軍、冷え軍、しわ軍、 岩手軍と共に、奥六軍とも呼ばれた。11世紀には、伊沢鎮守府の在庁官人から、奥六軍の主として台頭してきた安倍氏の権益の中に組み込まれた。地域にも、安倍氏の取りの一つ、背原作があったとされる。前9年、後3年の役が終わると、安倍氏の地を唯一彦欧州藤原氏初代、清平によって、平泉の時代を迎えた。水卓にも、 平泉の供養放電などがあり、平泉の勢力下にあったことを示している。文治5年、鎌倉の源の頼朝によって平泉滅亡後、加西市が欧州総武行となり、水卓には重心であったとされる佐々木氏や柏山氏が治めることになる。柏山氏は反独立した存在だったが、豊臣秀吉の小田原聖罰に抗往せず、加西市同様に欧州市置により改役され、 南部市に仕えることになる。水卓城跡のバースギルス修理と、その巡視者の肖像江戸時代には、水卓城に、仙台藩一門、伊達宗都が入り、以降明治維新に至るまで水卓伊達市の統治が、続いた。宗利市は城を中心に、家臣団を配置し、欧州街道沿いには、商家町として、商人を集め、その外側に寺院を集めて、寺町を形成した。城下町の中には、 乙女川を筆頭に小さな川が何本か流れ込んでいるが、これを町割りや堀に利用するなど様々な工夫を施し、ここに後の水卓市街の原型が形成された。水卓は欧州街道が南北を貫き、手相街道と西街道が交差する交通の要所であったため、宿場町としても栄えた。また、伊達政宗の家臣でキリシタンである、後藤寿安は、 見聞2200国を領した。自分の家臣や領民をキリシタンに消えさせ、館の傍らに天守堂やクルス城を置き、この地を聖書の福音にちなんで福原に改めた。ここに全国から信者が移り住み、ガルバリオ神父など外国人宣教師も訪れ、福原は東北地方のキリシタン不況の拠点となった。そして外国の知識を 大いに活用して伊沢川の水を引く用水石の改作に尽力し、伊沢平野の開墾に大きな功績を残した。かつて、水沢県庁舎として使用されていた、水沢県庁記念館井戸観測所旧本館1868年、明治維新の際の母親戦争では、仙台藩は奥越列藩同盟を作って、明治新政府と戦った。仙台藩の一門である、水沢藩も、 白川の役に出陣したが、石切山などで敗れ、慶応4年6月12日に星隊長ら17人の死者を出した。新朝廷を創設する動きまであったが、敗戦により、東部朝廷の誕生はならなかった。母親戦争敗戦に伴い、水卓立て資料は、仙台藩から没収されたため失漁。翌明治2年、国安は旧姓に服してる寿司を名乗る。同年、居城。 水沢城が伊沢県庁として使用されることになり、新政府に接収され、さらに水沢立氏家中は陪審であるからとして、昨日を命じられ、仙台藩の死族席を得られなかった。このため、私分を保つために、家中一同揃って北海道開拓に参加すべきとの意見が出されたが、国安は、病身のため国間の気候に耐えられないであろうとの判断から仙台に残留し、 吉田元はじめ、坂本平九郎が、家中200名を率いて、石狩国札幌郡に移住した。この時、水田卓手氏家中によって開かれたのが、平岸村である。これにより大量の知識階級が北海道へ流出した。明治時代には、廃藩地県により、伊沢県庁設置。その後、県合併により、市の関県、水沢県、岩井県、岩手県となる。 1878年、伊沢伊佐氏軍役所が追託に置かれる。なお、欧州市が属していた旧仙台藩領が仙台県とならずに宮城県となったのは仙台藩の夕藩のイメージを明治新政府が抹殺したためだと言われる。ただしこれは宮武骸骨が昭和になって提唱した説であり、実際は官軍側であっても懸命に軍名を採用した結果、 県名と都市名が一致しない例がたくさんあることからも、続説の域を出ない。明治32年には世界に6カ所建設された国際井戸観測所の一つとして、水卓に井戸観測所が開設された。初代所長である木村久志が Z 港を発見した功績により、水沢井戸観測所が国際局運動観測事業の中央局となり、水沢の名が世界に知られた。 明治以降は、県南の中核都市の一つで、商工業が盛んな地域として発展。現在でも、旧侍町には、多くの侍屋敷が残り、周辺の歩道の整備などに力を入れている。戦後も森岡市に次ぐ、商業都市として発展してきたが、90年代のバブル崩壊後は、中心市街地が、郊外の大型店出店などの影響により、衰退している。 メープル水卓の中心市街地は、江戸時代から昭和まで商人の町として栄え、岩手県南部の商業集積地として発展した。1990年代中頃まで、従来の商店の他に、マルサンデパート、マルカンデパート、大工、ミハルやジャスコなどの大型百貨店が進出し、中心市街地の規模では森岡をしのいで、県内一栄えた。しかし、 グローバル化が進んだ2000年以降は、平成不況や、旧大棚崩壊止の影響により、国道や幹線道路沿いへのロードサイド店舗や、郊外型大型店の開発が進み、駐車場の狭い中心市街地の大型百貨店や、個人商店の撤退、閉店が相次ぎ空洞化が進んだ。また、高齢化や、首都圏の人口流出、モータリゼーション、ネットショッピングの普及、 個人商店の後継者不足に加え、周辺市町村の工業団地の整備が進むにつれ、昼間人口の流出が顕著となり商業、集積地としての機能が失われつつある。岩手面濃いテレビ投資には、大学がなかったため、長らく大学誘致運動が行われていた。黒井町に、東海大学の学部を誘致する構想があったが、実現しなかった。南中学校南中学校は、 文部科学省が推進する学力向上フロンティア指定校である、水沢駅水沢江差市駅、後藤寿安平堂水沢競馬場、水沢公園水沢江戸観測所、斎藤実る記念館日高家防災揃いうち、ありがとうございます。